論理に相対する呼び方である。フロインリは、論理回路を実装したデジタル回路における手法として、正論理と共に用いられる。デジタル回路の実現法には、様々な方法があるが、以下では、現在主流の CMOS や TTL による、0ボルトに近い電圧と、電源電圧に近い電圧により、2状態を表す方式を前提とする。バスには、 ハイインピーダンス状態もあるが、ここでは扱わない。コンピュータなどの情報処理や論理演算や数値計算を行うデジタル回路において、日地法の0と1や心理値における、まと、偽は、電子回路上の H か L の状態で表される。コンピュータにおいては、例えば、マウスのボタンが押されているなどといった活動についても、同様に表現される。 この時、一や、深夜、アクティブであるという状態に、H を割り当て、0や偽に L を割り当てるのが、正論理である。これに対して、H と L を逆に割り当てるのが、不論理である。例えば会議や合議で評決を取るために、起立採決を用いる場合、賛成者が起立し、反対者は着席のままというやり方と、逆に反対者が起立し、 賛成者は着席のままというやり方が考えられる。立った高い姿勢を賛成、座った低い姿勢を反対とするやり方を正論理と見なすならば、立った高い姿勢を反対、座った低い姿勢を賛成とするものは、不論理と見なせる。正論理と不論理では、物理値に対する論理値の割り当てが異なるため、同じ回路で異なる演算を行える。逆に、 同じ演算のために用いる回路は一般的に異なる。論理的には同様の評決が可能だが、正論理による評決のみに参加してきたものは、不論理での評決に違和感を覚えるかもしれない。具体的には、TTL を例にとれば、入力電圧2 0ト以上を、真入力電圧0 8ト以下を、偽出力電圧。 2 7ボルト以上を、真出力電圧、0 4ボルト以下を、偽とするのが、正論理である。不論理では、入力0 8ボルト以下と、出力0 4ボルト以下を、まとし、入力2 0ボルト以上と、出力2 7ボルト以上を、偽とする。論理回路の多くは、TTLIC に限らず、人間の生活に即した。 正論理で処理が行われる方が理解もしやすい。フロンリの方法は電子回路の働きを人間が設計や修理の際に考える場合に面倒であっても回路そのものは正しく働いてくれる。実際にはコンピュータなどのバスや割り込みの処理にはオープンコレクタ回路に代表されるようにフロンリも必要に応じて利用される。下記はナンゲート回路の心理指標である。 これをフロンリとして見てみよう。はい、イコールニセ、ローイコールマとしてみると、ノアとなっていることが、以下の表からわかる。同様に、正論理のアンド回路は、フロンリの OR 回路に、正論理の OR 回路は、フロンリのアンド回路になる。このように、例えば一つの IC チップに4個のランドゲート回路があるとして3個は、正論理と1個は、フロンリノアとした使い分けもできる。 正論理だけで、ロジック回路を組むことは、現実的でなかったり困難であったり無駄を生じる、ことがある。複雑なロジックになるほど正論理と、不論理を混在させた方が都合が良い場合が多い。また IC ゲート素子のシリーズそのものが、アンドや OR のみだけでなく、NAND やノアもありこれらを混在させる方が、無駄がないで、C モスならば電気回路としての接続もそうなるが、 それでも、ナモスとプモスの非対称さによって差が出る。実際には、機器や基盤の回路を全体として外から見ると、正論理だが、内部では、不論理を混在させるといったような形になる。前段を正論理とし、その後段を不論理としたり、逆に前段を不論理後段を正論理とした組み合わせなど、うまく組み合わせて、 演算回路素子をできるだけ少なく使用するなどの工夫もなされる。ありがとうございます。